メリークリスマス、こんにちは、レオです。今日は昨日の続きというわけでマッシュルームキャッツ2を遊びながら、お話の続き、これからやりたいゲームをお話ししていこうと思います。はい、さっきスタバでジンジャーブレッドラテを買ってきて、めちゃめちゃうまいです。はい、今抹茶の出てるけど、こっちのが好きかな。あんまスタバは行かないですけどねたまにはいいかなということで、はい、すごいちょっと飲みながらゆっくりやっていきましょう。かわいいね。ポン。1よりは多分ボリュームがありそうな気がする。ブーンととかした。これ鍵かかってる。ふん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 。これは出口かな。音ディスプレイか。これだけか。オプションこれだけですか。じゃあ一個ずつやりながらお話ししましょうか。ついたの。あ、これで見ていける。あ、いっぱいいるいっぱいいる。楽しいね今回も。へー、なんかいるしさあ、じゃあまたこれあれですね、同じだと思います。帽子。あ、どん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 かぶせて。あ、ここにいなかった。はい、博士かぶせていきましょう。さあ、前回あれですね、ドラクエしか言ってないってやつですねあとね、最近ね、やりたいのはね、テイルズシリーズなんですよ。最近ツイッターでものすごいうるさく言ってますけど、しつこく言ってますけど、テイルズシリーズがね、すごいやりたくて、はい。テイルズはね、テイルズはでもちょっとやったことがあって、なんだ今。お前か?おならしたのは。ちょっとやったことがあって、まあただ、まあペーペーなんですよ、もう。一からやろうと思ってやってったけど、シリーズ多すぎてちょっと挫折したっていうね。ね、いっぱい出てるから本当に楽しいんだろうなって思うんですけど。こっちかい。そう。でもね、やっていきたくて、いろんな、普通のそのシリーズさ、やってってもいいんですけど、まあそれもやりたいけど、あ、出てきた。なんだっけ、マイソロジーってやつも出てるじゃないですか。あれが、あれもすごい気になってて。取れた。これでいいのかな。よくわからない。よし。そう、あれもやりたくて、普通のそのメインタイトルみたいなやつも、やりたいんですけど、はい。めっちゃめちゃ気になってます。で、なんでそれ最近気になってるかというとですね、コメント返信をね、してた時に、なんかわかんないけど、テイルズのその曲みたいなの聞きたくなって、そのオープニング集みたいなやつを、聞き始めてしまったんですよ。そうなんですよ。あれを見てて、めちゃめちゃやりたくなって、で、しかもあれだけさ、キャラがボンボン出てくればさ、なんかこの人気になるかもみたいなキャラが出てくるじゃないですか。それが、ちょっと、フォロワーさんにちょっと教えてもらったんですけど、シンフォニアのゼロスがもうめっちゃかっこいいと思って、はい。いや、キャラわかんないよ、全然。ちょっとチャラそうだなみたいなしかわかんないけど、かっこいいなって思ったのと、あと、ミラ様ですね。あの女の人めちゃめちゃかっこいいですよね。もうすごい気になるの。音鳴る。そう。この辺が特に気になってます。あとなんかアビスがすごい良さげな感じ。あ、なんかストーリーとか。なので、それも気になるし。どうしようって感じです。はい。テイルズと、あと、すごい、あと気になってるのが奇跡シリーズですよ。ちょっと私じゃないよ、このブーっていうの。
奇跡シリーズ超気になってて、ね、帽子が見つからないんだけど、奇跡シリーズはまあずっと気になってたっていうのもあるじゃん。どこ行った？ね、鍵なくなっちゃった。なんか出てきた。ありがとう。そういうことかい。そう。待って。ちょっと待って。行っちゃった。どこ。ねえ、なくなっちゃったんだけど。よし。奇跡シリーズ、そう、奇跡シリーズの話。すごい気になっててですね。なんか、いつだったかな、結構前なんですけど、コメントでね、おすすめしてもらったんですよ。で、なんかその方が、その方の好きなゲームが、すごい、なんか私と似てるというか、そう、それで、ちょっと落ちちゃったんだけど、ちょっとこの子取ってきてくんないかな。落ちちゃった。もうどうしたらいいんだろう。そう、あ、なんだっけ、何話したっけ。あ、そう、好きなゲームが似ててですね、それですごいなんかおすすめされたんですよ。絶対レオさん好きだと思いますみたいな感じでおすすめしてもらったので、なんかやりたいなっていうふうに思ってます。はーい。ね、絶対さ、あれだよね、下に落ちたやつさ、どうしたらいいんだろう。これ釣り上げてもらおうかな、こいつ起こして。どうしよう、帽子奪えない。消えるの何なんだろう。偽物？あ、え、どうしたらいい？これどうしたら。これもここかな。はい。あ、もう一匹いそうだ。集めてこよう。どこにいんだろう。またいたいたいた。なんかこいつワープするんか。ちょっと探そう。なんかちょうどいいボリュームな気がしてきたぞ。これは。いた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 。いたいたいた。あ、太陽がかわいい。で、なんだっけ。あ、そうだ。そう、夢中夢中、こっちにも。あとは、あとあれだ。なんかリスト作っとけばよかったな。全然適当に言ってる、今。ファイアーエンブレムですよ。ずっとさ、やるやる詐欺してるからね。そう。ファイエムそろそろやってもいいかな。なんかすごい好きなんですけど、ファイエム。ああいう系のゲームしかもやってないもんね。シミュレーション系っていうか。あれやってもいいかもしれん。結構好きで。てか私のパパンが超好きで。ファイエム。あ、いた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 。すごいエムブレマなんですよ。そう。ヒーローズも未だにやってて、うちのパパンは。めっちゃ課金してるからね。待って。よしよし。そうそうそう。なんかどれからやろうかな。あれはめちゃめちゃ出てるからな。好きなのから始めてもいいけど。悩みますね。好きなのやるか。気になるのは、草原暁ら辺、私あそこやってないんですよ。
あそこら辺やってなくて。あれはね、気になる。イエイ。ぶってる。なんかさ、結構前になるけど、そのファイアエンブレムヒーローズで、なんだろう、人気投票みたいのやったじゃないですか。もう結構前だけど、何年前あれ？ 2、3年前。あれでさ、ダントツ、ダントツかわかんないけど、なんかずっとさ、1位だったのがアイクっていうキャラで、そこら辺のなんか主人公なんですよね、その辺のタイトルの。やったことないからさ、あれなんであんな人気なのかすごい気になってて。1位ですよ、だってあんだけシリーズあってすごくないですか。なんかあそこら辺やってないから、そっから始めてもいいのかなっていう気もしてます。はい、いやでも好きなの他にあるからなーっていうのあのリーフが超好きなんですよ。あの聖戦のリーフがすごい好きで、これやってもいいし、あと最近匠とエリーゼに会いたいからイフをやってもいいかなとも思いますし、うーん、悩みどころですね。はい、ねえ、ちょっとこれ足りないからさ、ちょっと探していいですか。いつも探してる私、本当に。1個出てきた。ちょっとどこにやるの、どこに行っちゃったの。あったあった、はいはい、こうやってやって出てくるんだな。出てこないな。あった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 、逃げちゃう逃げちゃう。待ってても出てこないよね。出てきた、よし、イエイイエイイエイ。あとは、あれか、列車に乗ってるやつが、まだだったかなぁ。あれ？イエーイ！あ、飛び立った。どこ行くの。どこに行くんだろう。あ、なんか左下にハットみたいに出てるよ。今度あれになるんだ。あ、かわいい。あわわわわ、盗んじゃった。へえ、中にもあったよ。面白い。なんかいる。へえ、あ、ちなみにこのマッシュルームキャッツ、前回の1は無料なんですけど、こっちは有料ですね。有料版、有料版というか、普通にゲームとして買うやつですね。1は無料なので、ぜひよかったら。あれだけで終わっちゃうけど。あったあった。宇宙人に今回被せればいい感じ？おー、やってきましょう。はい、はい、はい、はい。じゃあ次は、あとなんだろうなぁ。あとこれ言ってないと友達また怒られそうだから。減衰やりますよ、減衰。ちょっと熱烈なラブコールいただいてるので。はい。はい。あ、まだか。減衰はやらねばですね。なんか意外とあれさ、シリーズいっぱい出ててちょっとびっくりしたんですけど、あんなにいっぱい出てるんですね。あれもなんか好きな人すごい多いし気になってます。てか2だけやったことあるんですけど、やったことあるって言ってもなんか自分のじゃなくて、あの友達のお兄ちゃんのやつなんですよね。その友達のお兄ちゃんのやつを
なんだっけな、元帥とロマサガかな。なんかを借りて、何をと借りたかな、ちょっと忘れちゃった、結構前だからな、をちょっとちょろっとやったぐらいなので、まあほとんど覚えてないんですけど。減衰もやりたいですね。 あとあれだ、あのグランディア、グランディア、グランディアは絶対やる、絶対やりますからすごい好きなので。お、誘拐ですか。あれれれれ、戻ってきた。これでハッピーエンドか。イエーイ。じゃあ1個完了。どっちからやろう。あと2つ空いた。ロック外れたぞ。これ可愛くない、これ気になる、めっちゃ。じゃあこっち側の島行きましょう。今回逆にちょっと長そうな気がしてきたまあいっか、よしやっていきましょう。あとそう、グランディアは絶対やるのと、あとなんだろうな、あとは、ああ、絶対やるシリーズはスターウォーさんですね。やってないよね、まだ。なんか出てきた。何これなんだろう、なんだろう。これ持ちながら取れるわ。スターウォーさんでやんなきゃいけない、私は。やらなきゃいけないわ。何これ、どういうこと全然意味わかんない。この持ってる意味は全くないよね、多分ね これいいのかな。あ、またこいつがいる、これ追ってくんだな。これ私何に使うの、これ。とりあえず、はい、何かに使うんだろうな。なんか出た。あ、回してくれるの。あ、たたたたたた、はい、何これ、ここに入れるとかじゃない。君、また夢中だわこっちに。うん、難しいな。なんだっけ。あ、そう、スターウォーさん絶対やります。はい。てかトライエース系は絶対やります。5回。はい、魔王さん、あとやってない、やったことないやつって気になってんのがインフィニット・アンディスカバリーですね。あれやったことないから、ちょっとマイナーなんかな、それもマイナーかもしれんけど、あれもやりたいし、あとエンド・オブ・エタニティやりたいですね。はい、あれちょっとしかやったことないんだよね。あ、上がる上がる、あれとかですね。あー、あとあれだ、聖剣伝説やんないと。あ、ね、入って、なんなんだろう。布入ってって、どうしたらいいんだろう、私は。あれでいいのかな、わからない。
ちょっと探そう。政権だ。政権とかと。あとなんだろうな。政権といえば。あ、関係ないけど、クロノトリガー、噛んじゃった。まあ、いつかやりたいな、みたいな感じです。なんだろう、なんかみんなやってるイメージがあるから。FF やって、クロノトリガーやります、みたいな。なんか流れなイメージが、自分の中であるので。私ちょっと天の弱なんで。ちょっとね、クロノトリガーは気が向いたらかな。名作だから多分いつかちょっとね、あ、今やりたいって時があるかもしれないから、その時にタイミング見てやろうと思うんですけども、はい。あれもいいな、クロノクロス続けてやりたいですね。ちょっとね、この使い道分かるまでちょっと待ってくださいね。そういうことか。位置が悪かったんだな。クリックしてたのに。はい。よし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 。はい。はい。よしよしよし。わかったぞー。はい。あとどこだ？あったあったあった。はい。で？なんか出てきた。おい、またかいわ。ちょっと待って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 。おっしゃー。はい。イエーイ。また続くんかな。かわいいな、お前。また雪降ってきた。あ、終わりっぽいな。アイランド2って書いてあるから、実績6。終わったー。今度こっちやりましょう。さて、行くぞ。また鍵必要かな、これは。必要だな。さあ、あとなんだろうな、思いつくやつ。あ、最近話してたのあれか、ラジアータストーリーズだ。あれやりたいわ。結構今熱がそっち行ってますね。あれやりたい。ストーリーズをやりたい。はいはい。なになになに、もうこれ以上できないよ。わからんわからん。あ、ラジアタって誰思い出すの。あ、これまだ落ちちゃうやつじゃない。わかりませんね。あ、いっぱいあったいっぱいあった。あとあれだ、ダーククラウドとか、ダーククロニクル。いやー、あの辺やりたいな。これ猫じゃない、これは猫じゃないのか。猫じゃなかった、これも違うな。おい、かわいいな、お前。かわいいな。まだいるのか、蝶々。あったあった。あの辺だ。なんだっけ、あと。あとは。お前、おい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 、はいよしよしよし。この辺にあげよう。ね、鍵どうやって取ったらいいんだろうな。鍵鍵
れ何なんだろう。おお。何の意味あんだろう。わからないよ。なんか意味あるんだろうな。あとできそうなの、あとこの子かぶってないぐらいか。やっぱあのあれを謎を解かなきゃいけないんだな。上の方はないな。やっぱあそこだな。ふん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 。ブーンってやつだ。なんか意味あるんじゃないかな。これしつこくやってればいいとかそういう問題じゃない？ちょっと待ってくださいね。やりますよ。落ちた。落ちた。やっとかい。イエーイ。開けよ。おお、また飛んでちゃった。どこー。よし。いやー、やっとできたー。ほい。イエーイ。くんだ。あー、かわいいね、かわいいね。なになにな、あげるの。かわいすぎるな。あった、アイランド3。イエーイ。あ、これ最後にしよう。じゃあ今度こっち。あ、なんか両方好きだな、この雰囲気。海っぽい感じ。え、なんか海っぽいゲームないかな。さあ、今度こちら。おー、海賊だー。海賊か？さあ、じゃあこれやりましょう。ダーク、そう、ダーク系行ったからダーク系でもないけど。あとなんだろうな。ゼノギアスだ。ゼノ系をやりたいな。ゼノ系をやりたいな。はい。うわー、やだ。何の順ですかこれ。あ、出た出た。あ、待って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 。よしよしよし。はい。あった、ここ。続きある？終わっちゃった。あれで終わりなんか？本当に？今度こっちやりましょう。へえ、かわいいね。コップこれだけだね。なんか終わっちゃいそう。ゼノギアス行った。ゼノギアス行ったから、あとなんだろう。あー、あれだ。ドラッグオンドラッグ。あれちょっとえぐいけど。あ、いる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 。あれやってニーヤまでちょっとつなげたい気持ちもありますね。はーい。そうだわ。あれも別に私嫌いじゃないからね。なんか、
うつげ、うつエンドじゃないけど、そういうのなんか嫌いな人もまあ中にはいるかもしれないんですけど、私は別になんかそれはそれな感じなので、嫌いじゃないし、なんかすごい濃いじゃん濃いけど、なんつうのかな、なんか別にそれも嫌いじゃないんですよね。特になんか3とかかなり好き嫌い分かれると思うんですけど、すごい下ネタだし、でも別に私嫌いじゃなくて、なんかゼロとミハイルとかもめちゃめちゃ好きなんで、あの辺もやってもいいかな。なんかほのぼの系ばっかりやってるから、別にそれに限定してるわけではないから。えい、クリックとかじゃない、終わり、あ、終わりっぽい。終わった、まだ話終わってない、私無理で話そう。終わりだよね、多分エンディングとかはないっぽいです。はいあ、そう、ちょっと可愛いけど思い出したのが、私ムーンムーン、あのラブデリック系も好きなんですよ。でムーンといえば、まあマザー、なんかなんとなくあの辺、マザー、アンダーテール、あの辺はなんかガッとやりたい気持ちもあるし、ちょっとまた思い出したのが二の国ですねあの2買ってまだやってないですからね、私やる暇なくて。それはやってもいいし、2回目とかできるのかな。あ、できるできる。まあ同じですけどね、この辺に仕掛けあるかと思ったらなかったな。二の国と、あと、あとなんだろう、あ、牧場系だ。私それやりたいって言ってたよね、どっかで。あのポポロクロイス牧場物語そのやろ、ポポロクロイス牧場物語やる前に絶対ちょっと牧場物語はなんかやりたいなと思ってて、せっかくなので。牧場物語もやったことないので、ああいうのもやりたいなぁと思ってます。牧場系だと、あー、あれだ、アストロ農家とか、スターデューバレーやりたい。そうだ、見た感じだと、あとあれか、アトリエ系か。アトリエ系もやってみたいんですよね。どっか行っちゃったなー。そう、はい、はい、あとあれだ、ワンダと巨像とかね、人食いのオアストリコとかやってないし、あれもやりたい。風の旅人とか、あのなんかほんわかしたああいう感じもいいなー。あと、あとゼルダとかだ、やってないの。ゼルダと、あ、オクトパストラベラーも結局やってないなみたいな結局なんか実況ってさ、ゲームやってると他の全然手つけられなくて、私一社会人でもあるので
なかなか時間がやっぱりなくて、できないから、そうできないから、実況とは別にゲームはできないなと思ったから、もう全部実況でやろうと思って編集しなきゃいけないけど、まあ、そこまででもないし、凝った編集とかはしてないから、それでやろうかなって思ってます。あー、ブレスオブファイア忘れてた。あれすごい友達が好きなんですよ。だから、まあ、やりたいなって思ってるし、あとなんかチラチラ見るのがデュープリズムって面白いですか？あれ気になってて、あとあれだ、マール王国の人魚姫ってやつをすごいおすすめしてもらって、可愛いしどうですかみたいな、あれも気になってますね。はい。あと全然違う系統だけど、スカイリムとかアークサバイバルとか、アークらへんもアークザラットもある全然違うけど並びが違うが、あーやってないわそうだそうだ、いっぱいあるねあとまあすごい細々しちゃうけど、インディーゲーム好きなので、あれのことを話し始めたとまたちょっと時間がないから、さあまた別でどっかで話そうかなはい。 あとあれだ、ゴッドイーター、はい、ゴッドイーターもやりたいし、時間がないですねまだまだありそうだな。あとあれ、龍が如くとかリクエストもらってたんだ。あ、とっとこハム太郎やりたいんだなんとか大冒険でちゅってやつあの辺もやりたい。はい。でまだまだありそうですけど、ちょっともうクリアしちゃったし、このゲームはい、ちょっと今日ここまでにして、はい、また思いついたらとか、また別動画でお話できたらいいですね。はい。で、やれるかちょっとわからないから、リクエストとかちょっと無理なんですけど、もしこのゲーム面白いよとかっていうのあったら、まあ、いつでもいいので教えてください。思いついたらでいいので教えてください。はい。で、あと年末年始に関してなんですけれども、年末年始、私毎年お仕事でございます。はい。で、今年は1月1日仕事を免れるかもしれないとかって思ってたんですけど、淡い期待でした。はい、がっつり仕事でございましたちなみに31日も仕事です。はい、なのでちょっとどこまで動画上げれるかわからないんです、わからないので、今ここではちょっと言えないんですけども、動画更新についてはツイッターでお知らせしようかなと思ってます。気持ちとしては今年よりはアップしたいなっていう風に思ってます。これやりたい、これやりたいっていうのがちょっと、はい、あるので思っております。はい。なので、ゆっくり過ごすお供にしていただけたら嬉しいです。まあ、お仕事の、あと友達お仕事の方は、まあ、ね、ちょっと一日終わって、こう、ゆっくり、ちょっとだけでも楽しんでもらえたらと思うので、はい。よかったら見てください。はい。それでは、まあ、最近寒いですし、体調等々、気をつけて皆さんお過ごしくださいね。はい。以上、レオでした。ご視聴ありがとうございました。楽しかったです。マッシュルームキャット。マッシュルームキャッツ。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。以上、レオでした。ご視聴ありがとうございました。